世界のジャパンチャンネルへようこそ。日本の驚異的な頑丈さを見せる神社の鳥居が海外で話題になっていました。今回は災害や戦争でも壊れなかった日本の鳥居についてと、それに対する海外の反応、そして鳥居の耐震構造についてお話ししていきます。1945年の広島の原子爆弾や2011年の東日本大震災後の津波被害、2014年に起きた御嶽山の噴火でも、なぜか神社の鳥居だけが無事だったことを不思議だと考えた人が写真をインターネット上に投稿したそうです。東日本大震災の際、初日の出スポットとして知られる福島県いわき市久野浜町の八田地海岸にある鳥居は、津波の影響をまともに受けたにもかかわらず壊れずに残っていたことが分かっています。周辺住民の女性は、国道近くの建物は全半壊しているにもかかわらず陸地にこれだけ被害が出ているのに信じられないと驚いたそうです。続いて、1945年に長崎に原子爆弾が投下された後、爆風で全てが吹き飛び焼け野原になったのに、山王神社の鳥居だけ残っていたという写真も紹介されています。同じく広島でも原子爆弾投下後、護国神社の鳥居も残ったそうです。どれも周りは破壊されているのに鳥居だけが残っています。また長野県と岐阜県の県境に位置する御嶽山が2014年に噴火した際、時速300キロの噴石が雨あられのように周辺地域に降り注ぎました。ほとんどの被害者は噴石によって死亡してしまったのですが、この時も鳥居は無事に残っていたのです。これを知った外国人は、どんな素材でできているのか、どんな建て方をしているのかと不思議に思っているようです。しかしながら材料は木や石、鉄筋コンクリートなどごく一般的なものでできていて、特別な建て方をしているわけではないと知ってますます驚愕しているそうです。ちなみにご紹介した長崎の鳥居は、柱が地中に埋まっているのではなく、ただ台座に乗っているだけとのことです。この事実に多くの外国人が神聖な何かを感じているようです。ではここでインターネット上に寄せられたコメントをご紹介します。これは神が起こした奇跡と言っても言い過ぎではない。間違いなくこれは神様の力だよ。素晴らしい。家も同じような工法で作れないのかな。鳥居は100年経っても大丈夫。伝説がここに誕生した。鳥居は神様が暮らす世界への入り口だと考えられているんだ。写真の鳥居はそれぞれ違うところにあるみたいだ。この写真のポイントは、鳥居がいかに頑丈なのか。2つが同じ鳥居かどうかはここでは重要じゃない。日本人が作ったものだもん。そりゃあちょっとやそっとじゃ壊れないでしょ。いや、間違いなく神様の力も加わっているよ。鳥居っていわば結界みたいなものなんだよね。この鳥居はほぼ絶対に壊れることがないんだろうな。実際のところ何を使って建てているのか気になるところ。謎の鳥居ということでとりあえず納得しておこう。お前ら何を驚いてんだ。これが日本だろ。鳥居はやっぱり神様に守られているんだね。鳥居より頑丈なものはこの世に存在しない。周囲は破壊されているのに鳥居だけ無傷って本当にすごいことだよ。堅固なんてもんじゃない。誰が作ったのか判明していないもん。日本には素敵な神様がいるんだね。あの鳥居、瞬間的バリア張ってたでしょ。さすが神様の世界への入り口なだけある。日本に行ったら鳥居巡りしてみたい。すごすぎて涙が出るくらい笑っちまった。日本には神の力が宿ったものがたくさんあるね。とても興味深い。神々の力を甘く見てはいけません。鳥居には何か人知の及ばない力が込められているのかもしれん。宇宙人が作ったものだと言われても俺は驚かんぞ。第二次世界大戦の頃は台湾にも鳥居がたくさんあったって話だよね。天界と下界には八百万の神様がいる。その神々の力が宿ったものを人間に壊せるはずがない。きっと日本の神々があの鳥居を守ったんだよ。先人たちの英知は本当に素晴らしいね。お見事。
天照大神のご加護があったんじゃないかな。そうじゃなければ説明つかないだろ。原爆にも津波にも負けないなんて強すぎる。以上が海外の人々の反応です。では外国人が不思議に思っている鳥居が倒れにくい理由についてお話ししていきます。鳥居の起源については定かではないそうですが、人は亡くなると魂が鳥になって空を飛ぶため、その止まり木のために鳥居が作られたという説があります。またコメントにもあった通り、神社の参道の入り口に建てられる鳥居は聖域を象徴した聖なるものです。日本でも実際に神様の世界への通り道だという解釈が存在しています。鳥居はヒノキなどの木材が使われており、見上げた時に安定感を感じるようにまっすぐではなく内側に角度がつけられています。意識して見てみないとまっすぐ立っている印象を持ちますが、言われてみると確かに内側に向かって狭くなるような形がどの鳥居にも共通しているのがわかります。では鳥居の足は土台からどのような方法で固定されているのでしょうか。鳥居の土台には靴石という大きな石があります。実はそこに鳥居の足を固定せず穴を作って差し込んでいるだけの状態なのです。地震など力が加わったとしても靴石までしか力は伝わらず、固定していないので鳥居までは一緒に揺れません。あえて固定しないことで揺れや衝撃を防いでいるため、大地震でも倒れることが極端に少ないということです。また下から来る地面の揺れだけでなく、台風などの強風で横から強い力を受けても免震構造と同じ理論で力に耐えることができます。一方で新しく作られる鳥居ではこのような知識がなく、コンクリートで固定されてしまうことがあります。すると小さな地震でも揺れが中脚に伝わり、その上部が完全倒壊してしまいます。昔ながらの技法には災害などに耐えるための知恵や技術が隠されているのです。技術は昔より今の方が優れていると考えがちですが、全てがそうではないということがわかります。新しい技術も取り入れながら先人たちの思いも大切に残していきたいものです。また少し変わった鳥居としては、海の上に立つ鳥居が日本には何箇所か存在しています。これらの鳥居は固定されていなく自然の重みで立っているだけというのは有名な話です。そのように足を支えるために前後に支えがある鳥居を両部鳥居と言います。潮の満ち引きで海の中にあるときは水の浮力で倒れやすくなるため、しまぎと抜きの間に重しが乗せてあります。重力で海水が上がってもどっしりと安定するそうです。確かに水は少量だと軽く感じますが、大量に集まると到底太刀打ちできない重さになります。現代的な重りの技術がなく原始的ではありますが、最も効果的な方法だと言えるかもしれません。それに気づいて実践する昔の人はすごいですね。また神社では参拝者の奉納として鳥居を建てられるところもあります。外国人に人気の京都の伏見稲荷神社や山口県の元の住稲荷神社は多くの鳥居が並び、絶景として紹介されることも多い神社です。鳥居はほとんど日本でしか見られないものなので、団体でも外国人に人気がありますが、いくつも連なっている光景はインパクトが大きいため、さらに人気の観光スポットになっています。数えきれないほどたくさんの鳥居がありますが、そのすべてに昔ながらの耐震構造が備わっているなんて改めて考えてみるとすごいことですね。いかがでしたでしょうか。地震や津波、原子爆弾の衝撃にも耐えた鳥居。外国人のコメントのように神の力が加わっているかはわかりませんが、日本を象徴する鳥居が破損することなく、今後も日本だけでなく世界中に長く愛されていくといいですね。私は千本鳥居で有名な京都の伏見稲荷大社の鳥居が心に焼き付いて離れなく、とても好きな場所なのですが、皆さんにはお気に入りの鳥居または神社はありますか？もしよろしければコメント欄で教えてください。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。